日私たちは東京都調布市にあるアミノバイタルフィールドに来ています。思ったよりも広い会場ですね。本日5月15日、ここで関東学生アメリカンフットボール連盟主催の春季オープン戦が行われます。我らが青学ライトニングにとっては今季最初のオープン戦、対戦相手は上智大学です。ただいまハーフタイムですが、前半5対7で青学が1点リードしています。さて、このまま勝利をつかめるのでしょうか。まもなく始まります。続きまして斉藤選手に来ていただきました。まずは勝利ということでおめでとうございます。ありがとうございます、はい、今の気持ちを率直にお願いします。そうですね、まずは、春シーズン1試合目ということで緊張もしてたんですけど、勝利することができてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。続きまして勝利を決定づけたプレーがありましたら教えていただきたいと思います。自分の2つ目のタッチダウンはゴールオン8ヤードからだったので、92ヤードぐらい走ってたタッチダウンだったんですけど、最後まで走り切れたり、まあ、安心したかなっていう気持ちです。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に次の試合や今大会の目標などありましたら教えてください。はい、まずはワイドレシーバーとしてタッチダウンを量産するということと、自分はキッカーも務めているのでそこでもちゃんとアピールしていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、続きまして島村選手に来ていただきました。お気持ちを率直にお決めてください。勝ちを得たということは本当に嬉しいことですけども、まあ、たくさん課題も生まれた試合だったので、これから反省をちゃんとします。はい、ありがとうございます。はい、続きまして次の試合や今大会の目標、それから課題点もあったら教えますでしょうか。今年の青学のディフェンスは今年から本当に試合に出る2年生だとか3年生がとても多いので、まず自分の仕事を的確に行うってことからちゃんとやっていこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、最後に今大会の島村選手の注目してほしい点やアピールポイントありましたらぜひぜひお願いします。はい、僕のポジションはディフェンスラインの一番外にいるディフェンスエンドというポジションなんですけど、まあ、そこのポジションは一番 QB サックっていう、QB にタックルするっていうのが一番見せる場だと思うので、そこに注目してもらえればなと思います。わかりました。というわけで皆さん、そちら注目点ですのでぜひ注目して見てみましょう。はい、最後に湯気さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。スタッフ目線から見た今日の試合のポイントはどのようなところでしょうか。はい、もうやっぱりこうタッチダウンが一番のポイントだったかなというふうに思います。2年生の85番の斉藤陸君がロングゲインでタッチダウンを期待したのがすごくポイントだったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きまして勝った時の気持ちの方を教えてください。はい、スタッフはこう自分がフィールドに立って先生とかすることはできないんですけど、まあ、でもその一方で自分たちが支えてきたところが実った時の感覚だったりっていうのをすごく感じられるので、とても嬉しい気持ちになります。はい、ありがとうございます。続きましてスタッフさんは試合中どのような業務を行っていたのでしょうか。はい、スタッフは3種類に分かれていて、マネージャーとトレーナーと ASP に分かれています。マネージャーさんはビデオを撮ってくれたり、ウォーターの管理をしてくれていたり、あとトレーナーさんはこうストレッチとかテーピングを巻いていたり、またエースはこうリアルタイムで試合のこう相手の格好の傾向とかを見ながらコーチと選手とコミュニケーションを取ってっていう
その3つのポジションでそれぞれが活躍しています。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。はい、私たちは今年度トップ8昇格を目標に頑張っております。まあ、今年度のスタッフはすごくパワフルなスタッフが多いので、まあ、スタッフから盛り上げていけるように日々練習に取り組んでいます。それで、今年はトップ8昇格を、みんなで目標を掲げて頑張っていきます。はい、トップ8頑張ってください。ありがとうございます。はい、ただいま試合が終わり、アミノバイタルフィールドの外に出てきました。今アメフトの試合初めて見たんですけれども、迫力あってかっこよかったです。どうでしたか？いや、すごい熱気が伝わってきました。選手同士がぶつかり合う音が激しくて見ていてとてもドキドキしました。はい、僕はフィールドの間近なところで見ていたんですが、だからこそも目の前に選手が飛び出したりとかいうシーンが本当に特別したシーンがありました。私たちも興奮冷めやらぬそんな状態でございます。あ、あれ、あんなところにちょっと加納先輩、どうしたんですか？久しぶりです。青学交友の加納優希と申します。昨年の3月に日本文学科を卒業しまして、実は4月から上智大学院で勉強してるんです。上智大学院、今日の対戦相手じゃないですか？そうなんですよ。だからね、僕はどっちも応援しなきゃいけないから結構大変だったんですけど、どっちも良かったです。特にライトニングは僕は前回取材をしていたので、普段の明るさと今日の真剣さのギャップがもうグッときちゃいました。ぜひこれまた皆さんに生で見ていただきたいですよね。そうなんですよ、アメフト部さんはまだまだたくさん試合があります。ぜひ公式のチェックして皆さんも球場にスタジアムに遊びに来てください。また青学ライトニングは現在もスタッフやマネージャーを募集しているそうです。ぜひまず生で見て彼らの魅力を知ってからサポートメンバーに回ってみてはいかがでしょうか。で、マネージャーさんたちも大活躍でしたよね。スコアを取ったり選手のテーピングを巻いたりとたくさん陰ながらサポートをしてチームの勝利に貢献してました。その模様も今後この青学のね、青フトテレビで公開していきますので、ぜひそちらもお見逃しなく。それでは行きましょう。皆さん準備はいいですか？せーの、青フト TV。